はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、高木豊さんがですね、ジャイアンツの打順について、少し、まあ、提案というか、そういった形をね、提言というか、されてましたんで、それについて僕の見解というか、僕の意見を述べさせていただこうかなというふうに思います。まず結論を言う前にですね、高木豊さんがどういった提案をされてたのかというところをお話ししたいと思うんですけども、高木豊さんではですね、今現状、まあ、ジャイアンツの打線が2番にヘルナンデス選手が入っておりまして、で、まあ、下位打線の方にですね、まあ、この間であれば、9番にね、立岡さんが入ってたっていう打順がね、ありましたけども、そこをですね、ヘルナンデス選手、もうちょい、日本の野球に慣れてきたら、岡本選手の次を打つ5番打者に、変えた方がいいんじゃないかという意見と、そこでヘルナンデス選手が5番に行くことによって2番が空きますので、その、空いた2番に、9番に入ってる立岡さんを入れて、2番立岡、5番ヘルナンデスという打順を組んだ方がいいんじゃないかという意見をね、言われてましたと。で、まあ、これに関してはですね、まあ、人それぞれの意見がありますので、別にそれを批判するとか、文句を言うとか、そういったレベルのことではなくて、まあ、あくまで僕の意見を述べさせていただきますと、僕は、あまり、賛成ではないというか、まあ、反対とまでは言わないですけども、あまりそこまでいい案じゃないかな、いい案じゃないんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。僕はですね、現状、ヘルナンデス選手が2番に入っておりますけども、ヘルナンデス選手のままの方が僕はいいと思っております。で、立岡さんがまあ9番とか入っておりました。まあこの間 DH があったんで、9番に入ってたと思うんですけども、もし DH がないんであればですね、6番とか、そのあたりに立岡さんを僕を置くのが僕はいいんじゃないかなっていうふうに思っております。その理由はですね、まあ何点かあるんですけども、まず、前提としてですね、5番という打順、特に岡本選手という次の打順を打つっていうのは非常に難しい。うん。非常に、難しいということを分かっておいてください。というのもですね、やはりまあチャンスで回ってくる。岡本選手今ちょっと状態がね、そこまでめちゃくちゃいいわけではないんですけども、岡本選手の次を打つということは、まあ、それなりに、得点圏で、打席を迎えることが、まあ、多くなったりとかね、そういったところをしますと。で、やはり、岡本選手に厳しい攻めをしたりとか、そういったところがありますので、配球の兼ね合いからも、すごく次の打者っていうのは狙い球を絞りづらかったり、したり、しますので、そういった意味で、まあヘルナンデス選手ね、今現状、日本に来てからですね、非常に活躍されているんですけども、まあそのヘルナンデス選手を批判するわけではないですけども、やはり、5番っていうのは荷が重いというか、やはりね、坂本選手ね、まあ5番タイプでは正直ないとは思うんですけども、やはり5番は、現状ね、坂本選手が務めるのが、まあ、ベターというかね、そういった形じゃないかなっていうふうに僕は思います。普通に、すごくね、難しい、役職というか、打順であるので、そこは、ベテランというか、配球も読めたりとか、技術も高い坂本選手が担うのが、僕はいいんじゃないかなっていう意見です。で、ヘルナンデス選手今2番すごくハマっていますけども、やはりね、丸選手とヘルナンデス選手っていうところで、まあ、左右というところのコンビネーションもあると思いますし、まあ、この間のね、試合解説でも言いましたけども、非常に頭を使って配球を読んで打つというところがありますと。で、2番打者っていうのは、まあ、1番バッターが塁に出て、まあ、まあ、セオリーというか、で言うとですね、右方向に打ってったりとかっていう、まあ、つなぎのバッティングとかを、まあ、
重要視されたりとかしますけども、まあ、左バッターのもし立岡さんが2番に入るのであればですね、まあ、無理やりこう引っ張っていくような形、例えばバッテリーもですね、そうやって右方向に引っ張らせたくないと思ってますから、例えばアウトコースに、速い球であったりとか、外から入ってくるようなスライダーであったりとか、外に逃げる、ツーシームであったりとか、フォークとかっていうのをね、投げながら、あまりこう、ライトに引っ張らせないように、配球をしていくんですけども、やはり左バッターの立岡さんが入ることによって、それをね、なんていうの、無理にこう、アウトコースのすごく難しい球をこう、こねたりとかっていうことをしながら、右方向に打っていかないといけないっていう状況にあったりするので、そういったところで、立岡さんこの間ね、右方向にこう、レフト前3本打ちましたけども、そういう感じでね、非常にいいヒットが出てるので、逆にその打撃をあんまり崩したくないなっていうのもありますし、うん、だったら右バッターの今、ヘルナンデス選手が入ってるわけなんで、右バッターが右に、ライトの方向に追っつけていくというか、打っていくっていう場合は、そんな手首をこう返したりとか、そういうことをせずに、自然に打っていけるんで、そういったところで僕は右バッターが2番バッター、2番打者には、右打者、2番バッターは右打者がいいんじゃないかなっていうふうにね、本当に開幕の時から、まあ、元を、例えばですね、まあ、オコエ選手とかね、やってましたけども、僕は本当に、右が入った方が2番打者はいいんじゃないかなっていうふうにずっと考えてるんですよね。で、そこで、ですね、立岡さんが、じゃあなんで6番とか入った方がいいのかっていうところなんですけども、まあ、DH が使えないというか、まあ、坂本さんが5番に入った場合、のところを想定しますけども、4番、岡本選手でしょ。で、5番が坂本選手。で、まあ、右とつない、来てますと。で、そこに立岡さんをポンと入れることで、まあ、左が入るっていうのもありますし、やはり先ほど言ったキャッチャーからもですね、相手のバッテリーからもですね、まあ、右と来て、まあ、やはり、岡本、坂本というところで、非常に、まあ、強力なね、打線なんで、非常に攻め方とかも、そこで変えてきますと。で、そこに次の左が入ってると、今で言ったら状態がいいんで、立岡さんあたりが入ってくることによって、まあ、右と左の配球の違いはありますし、投手によっても、例えばですね、右打者に対しては曲がり系のね、スライダーであったりとか、そういったボールを多く使うけども、例えば左に対しては、結構どっちかっていうと、スライダーも投げるんだけど、ツーシーム系が多いとか、そういった感じで、ピッチャーによって、もあるんですよね。左で、投げる球種が結構偏ってしまう、ピッチャーとかもいますので、そういったところで、あまり同じ打者を並べすぎると、配球を組み立て、方をね、変えたりとかね、しながらやるんで、次のバッターが読みにくかったりするんですけども、逆に左右のバッターを変えてしまうと、配球がね、読みやすかったり、案外しますので、そういったところで、今、立岡さんが状態すごくいいんであればね、まあ、今日の試合とか、ロッテです、非常に強いと思うんですけども、6番あたりに立岡さんあたりを入れて、やっていくとね、非常に僕面白い打線になるんちゃうかなっていうふうに思うし、まあ点はなかなか取れないかもしれないですけども、非常にね、まあ坂本さんがこの間休んでましたよね。っていうことは、まあいつもの流れでいくと、大体、休養した時とか欠場した時の次出る時の試合って坂本さんとか結構打ったりするっていうイメージがあるので、非常にね、ランナーが回ってきた状態で6番立岡さんを入れるんであれば、回ってくるので、この間のね3安打の勢いのまま、いい打撃ができたら序盤にもね点が入っていくんじゃないかなっていうふうに僕思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね高木豊さんが2番は立岡、5番はヘルナンデス選手がいいんじゃないかっていうお話について僕の意見を言っていきました。まあ結論から言うと、まあいろんな人にはね、いろんな意見ありますし、別に批判してるわけではないので、僕はヘルナンデス選手が2番にいた方が、相手バッテリーからしても、非常に、まあ外国人でまだホームランはね、そこまで打ってないけども、驚異的な、ところはあると思いますし、右打ちをするにしても、右バッターの方が追っつけやすかったりとかしますし、
うん、立岡さんもね、非常にいい働きをしてますけども、僕は、もしね、DH がない、ようなね、セリーグの主催のゲームであれば、坂本さんがもし打てなくてっていう風に なっても、あとカバーできるように今状態がいい立岡さんあたりを、6番に置いたら非常に面白い打線になっていくんじゃないかな。で、7番にね、岸田選手とか、その辺を置いたら、下位打線の厚みもね、増していくと思うし、で、9番に、まあ今で言ったら、ショートの伊豆口選手とか、まあ門脇選手がちょっとこの間ヒット打ちましたけども、まだ多分伊豆口選手をおそらく使うと思うので、そういった打線を組むと、下位打線もね、まあちょっと状態はね、上がりつつあるっていうところもあるので、非常にね、面白い打線に、なってくるんじゃないかなっていうふうに僕は、思っております。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。